今日は、究極のウェッジ開発物語、アクシスさんのモダート編ということでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。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 その1球目で結構自分でも感じちゃうところがあるのではい、はい、それでは伊沢さん引き続き、伊沢スペシャル、はい、アクシスバージョン、はいはい、こちらのちょっとファーストサンプルも、はい、合わせてちょっと打っていただきたいなと思ってます。はい、お願いします、はい、お願いします。これあれですよね、こっちは同じオーダーですけれども、はい、先ほどのモダートさんのはノーメッキで、はい、今回はあえてメッキを入れていただいたバージョンですよね、はい、お客さんね、はいはい、これやっぱあれですか、その例のあのピンハイドロー水をちょっとこうっていう意味で、はい、ピンっぽいやつ、はいはい、うん、っていう意味で、はい、そうしたってことですよね、うん、はい、あえてのさせていただきました、はい、なんでちょっと後でね、あれウォーターテストもこれはやってみたいなと思ってます。あれきついんですよね、ウォーターテスト絶対厳しいですね、あれやめてください、はい、そうですよねまあでもやってみないと分かんないですけど、うん、やってみましょう、はいはい、でもやっぱじゃあその加工はメッキがしてないとやっぱできないってことですね。そうですね、なるほど、うん、一回掃除します、ね、うん、そう、今のがちょっと僕の中ではちょい抜け感っていうイメージではあるんですけど、でも多分ああいうのがこう打ちたいよっていう人もいたりとか、うんうんうん、僕ももちろんああいうショットこう打ちたいなってあるんですけど、うん、あれはもうちょっと乗ってくれたらよいいかなっていう、うん、今の一発目はそうですよね、うん、これぐらい乗りたいなって感じですかね、うん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 、感覚的には今の何回転ぐらい7020、うん、1000回転ぐらい違いますか、スピン量前のやつと。そうですね、ちょっと違います、そんな違わない、いやでも約900ぐらい、900ぐらいですか。今のもちょっと微妙、うん、いや、僕の中ではそこまで悪くないです、うんうんうん、たださっきよりかちょっと減ったかなっていう感じはしますけど、うん、でも一発目よりかは、うん、いい感じですかね。でも今のもどちらかというとさっき、うん、あの須田さんの時と話し合った、うん、ちょっとこうハンドダウン気味で、うん、打った感じなんで雷角ちょっと作って、そうですね、うん、だからそれで乗らないよとかってなるとちょっと困ってくるかなっていうのはあるんですけど、やっぱしっかりとそう使ってったらあなるよねっていうショットが出てくれてるんで、じゃあちょっと普通だったら抜けちゃうようなちょっと落としながらのショットを、でもあれも比較的乗ってくれてます。乗ってますね。はい。うん、ただやっぱり抜け感はやっぱちょっと、うん、アクシスさんの方が強いかなっていう感じはしますね。もともと大越さん、はい、アクシスさんのその製品の一つの特徴として、はい、やっぱ抜けの良さみたいなものっていうのはやっぱ、5種類あるので、はい、その中で、ローバンスからハイバンスまで全部分かれているので、はい、まあ、あの抜けるのが全ていいって考えてないので、うん、しっかりバンスのあるものを作っているので、はい、まあ、今回は、オーダーがそのような感じだったので、うん、じゃああれですよ、オーダー表を見る限り、あ、抜かしたいんだなというふうにメーカーさんとしては感じたっていうことですよね、はいはい、そうです。なんかよくわかんないですよね、抜かしたいのに乗せたいとか、うん、どっちなんだよっていう。いやだから本当にだからそれがなんかね、はい、あのいわゆるオーダーする側のスキルだと思います。そうですよね、だ我々のやっぱスキルを上げなきゃいけないんですよ、ね、はい、そうですよね、どう伝えたらメーカーさんに正しく伝わるかみたいな、うん、とあとやっぱりこう求めてるものがちょっと多いというか、うん、なんかその対極のものをなんか求めてる
とこもあるじゃないですか。そうですね、はい、多分抜かすと乗せる多分あれなんですけど、うん、そのバランスをなんかちょうど取るみたいな、うん、だからその1本のウェッジで多分いろんなことを、うん、あのどれだけできるかみたいのをなんかこう、うん、求めてる部分があるの で、ね、うん、ちょっとこうなかなかあれだけだと伝わらない部分もあったりとか、うん、ありそうですよね、うん、今取れてないですかね。今そうですよね。もう一回今の感じでいきますね、うん、あれがもうちょい乗ってくれたらいいかなっていう、まあ、ほんの少しなんですけどね、うん、ちょっと僕の中では、うん、岩田さん、ね、プロパーのアクシスさんも打たれたじゃないですか。はい、でいや意外とこっちがいいかもって話ありましたよね。昨日、うん、まあ、僕がコース回るっていうかはちょっとこうレッスンのあれで、はい、であウェッジだけ持って、うんうん、スキアラも打ってやろうと思って持ってって、はい、で、まあ、2球ぐらいしか打てなかったんですけど、うん、こっちを持ってたつもりが逆持ってっちゃっててなるほど。でその 1,2 球ですけど打ったら、うん、そのショットに関しては、うん、はい、よかったかなっていう感じはあったんですけど、大越さん、はい、このいわゆる今回、まあ、我々一旦オーダーさせていただいたものと、はい、プロパーの一番の違いって何ですか。まずちょっと、FP 値、まあ、オフセット量がちょっと違うんですね、はい、伊沢プロにお渡ししたやつがちょっとグースが少し入り気味になってます。はぁ、い、であとは、もうちょっとプロパーの方が、ソール幅が少ないんです。狭い。狭くてちょっとバンスがこれより多い。おお、うん。なるほど。ということは乗り感は、うん、その例えばバンスだったりオフセットの具合で、うん、まあ、多少変わります。加減はできる。調整はできる。はい、できます。うん、もしかしたらそういうところかもしれないですね。そうですね。うん、ちょっとさっきやってた上から打つような感じのショットいきます、はい、あーこれも乗ってくれてるな。取れてないですね。ちょっと全然取れてない。そっちも取れてない。取れてないです。全く反応してない。ボールは反応してないか。いや、ボールデータも反応してないです。ボールが置いた時は反応します。あ、ボール置いた時は反応しています。はい、こうはあるんですけど。でも今のもめちゃめちゃいいっす、うんうん、7400、うん、なんか本番になるなんかどんどん良くなってますね。そう、正直強いウェッジ将来銀河で見た時と全然違う違うですよね、うん、あ、まあ、もちろんちょっと、ね、環境が違うんであれだけど当たり前かもしれないけど、これは入ってなさそうだ。1個前取れてます。1個も7400です。はい、あ、こういう感じにちょっとなるときあるんですかね、うんうん、はい、なるほど。でも多分今の打ち方って基本的には多分ああいう感じのショットに多分なりやすい部分ではあると思うんでね、うんうん、なんですけどやっぱスピードちょっと違いますよね。ちょっと違いますね今のだと5000、うん、そうですよね、うん、
逆に大越さんから見てどうでしょう。例えばこういうふうにちょっと打ってみてくれないかみたいな、例えばリクエストがもしあれば。あの先ほどモダートさんが言われたように、はいはい、あの一緒なんです。来角がちょっとフラットかなってもう最初思ってたんで、うんうん、なるほど、まあ、それで、まあ、アップライトに構えた方が絶対乗るんで、うんうん、なるほどなるほどなるほど。あのリクエスト表を見る限りはきっとフラットの方がいいだろうな。そうです、あの合わせたんですよ。そうです、あ、もともとフラットなやつ使ってましたからね、うん、そうなんですよ。なんかこの構えた時の感じがこっちのがまっすぐ行く感じがするんですよね、うん、すごいなんかこう左に飛んできそうな感じがあるんですよ。来角はフラットに本来はしときたいんですよね。なのに乗せたいっていうのが真逆なんですよね多分ね、うん、その多分作る側からしたらふざけんだよって話だよ、逆なんだよお前が求めてるのと。でそれはでもじゃあさ、はい、そうやって来角フラットで作っていただいて、そういう球を打ちたい時にちょっと自分でハンドダウンにして来角を作るっていうのは打ち手としてはありなんですか。ありなんですけど、うん、まあ、そうすると今度落とし系のショットが使えないんですよ、うん、落として乗せたい、うん、このクラブをちょっとこう、うん、まあ、そうですよね、動画でも、うん、やっているようにこうちょっと引っ張り気味と、うん、まあ、落とすっていった、まあ、ここをいろいろコントロールした時に、うん、あのそっちがちょっと使えないから、うん、だから落として乗せるっていうのが難しくなるかなっていう、うん、そうなってくるとね、はい、うん、だそういったのがどこまでいけるかっていう限界をなんか知りたいですよね、うんうん、そうですね、はい、うん、ということはじゃあ今のショットもでもこれ少しこう、まあ、アップライト気味にして打つと、うん、今度入射角がだいぶ上から来るじゃないですか。逆に抜けちゃいそうな感じもするんですけど、その今の入射角でいった場合は、うんうん、やってみますね、うん、はい、そのパターン。あ、これは大丈夫だわ、うん、これは大丈夫です。乗ってますよね、 今のは乗ってるですね。ということはじゃあやっぱどんなショットもやっぱ乗せるってなった時は少しアップライト気味に当てていくっていうのが、まあうね、理想かもしれないですけど、はい、まあ、あとはソールの角度を変えちゃうかですね、トーガーとヒール側で。なるほど、設置の仕方を、はい、あのライカーが無視して、はい、そうすれば当たるところが変わってくるので、はい、そっか、アイディア出てきますねでもすごいなんかあの夏なんであれですけど、うん、このアクシさんのウェッジはなんかこう冬とかめっちゃ良さそうだなって感じがするんですよ、うん、なんかこう構えた時の感じが、うん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 、はい、あのすごいこう下に入ってくれる印象が、まあね、下には絶対入ってくる、はい、うん、あのあるんで、うん、だからそのバンスがちょっとこう邪魔になるってことがあんまりないなさそうかなっていうか、うん、はい、うんうん、なるほど。今落としました？いや今のは落としてないです。落としてない。今のも乗ってますよね。まあ乗ってるんですけどちょっと乗り感は弱い、若干ですけどね、うん、でも本当もう微妙にです。うん、そっか、これあの僕の中の感覚だとこのヒール側のやっぱこっち使うとやっぱこうフェースが乗りやすい感覚があるんですよ、うんうんうん、っていうのはやっぱりそことやっぱ関係してくる部分っていうのはあるんですか ね、 すね、この手の位置がちょっとこう低い感じでこのヒール側当てると乗るっていうのはそういうことですよね、はい、なるほど。うん、うん、すごい7500いやめちゃめちゃいいと思います、うん、はい、ちょっともういっぱいやりたいことがあります。いっぱいやりたいこといっぱい、じゃあちょっとやりましょうじゃあ、うん、でもまあ今、うん、3種類ぐらいですけど、うん、まあ打った感じは、う
どれも良かったですね。逆にね、伊沢さんね、はい、まあ、伊沢さん、まあ、いろんなこうウェッジ持ってるじゃないですか、はい、こういう球を打ちたいんだよっていうのが多分それぞれ打てるウェッジがあると思うんですけれども、そのちょっと打ちたい球筋をそれぞれのウェッジで打ったやつちょっと次見せていただけませんか。要は伊沢さんが求めてるものを見たい。結構でも求めてる感じのショット出てるんですけどね。まあ今のでもすでに出てる。なるほどなるほど、はい、まあでもまあ、うん、そのあれですよね、うん、比べてみたいな感じですね、はい、うん、じゃあ一回ちょっとボール返しします、はい、どうなんですかね。いい感じっすよね。いい感じはいい感じ。あとはノーメッキとメッキの差もちょっと出ちゃってるような気はしないでもないですけど、これもメッキついてる。そう、ついてないから。ついてないから本当についてないから。でもボーケー、まあ、あのお借りした時に、うん、相当このラインがきっちり入ってたんで、うん、まあ、ヒール側から入れるタイプ、まあ、特にこう開いてるじゃないですか、はい、開いてる人がここじゃ打たないで、まあ、やっぱりこっち側から入れた時にどうなるかなと思って実際ちょっとこっちを厚くしたんですよ。なるほどですね。なんか多分あのやつはおそらく結構バンカーでついてるのが多いかなって感じがするんですよね。で普通の人でももちろんそれ使うんですけど、うんうん、結構、まあ、バンカーもやらないことはないんですけど、比較的やっぱりこう使うことの方がちょっとこう、まあ、多くて、でもアプローチは結構それをいろんな方向からこう行くんですよ。だからさっきちょっとこうフック回転系のちょっとスピン打った時にやっぱちょっとこう抜ける感じがさっきはあったんですよ。あ、こっちでちょっと来た時も、だからあれがそれこそさっき言ってたちょっとフラットだからこそ、うん、そっちの動きが もっといかないときついのかなっていうのは感じたんで、まあこっちだけじゃなくいろいろやるのはやります。ああ、だから多分今まで僕が経験した選手の倍ぐらいの打ち方があるうん、ありますね。だから幅が広いっていう。幅が広い。ああ、さっき言った真逆じゃないですか。はい、そうですね。抜きたい、はい、捕まえたいの幅が広いかな。同じ打ち方でこうされるするから、ね。そうです。それでだから変わっちゃいます。まあ、アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、僕の得意としている、ウェッジを中心とした、内容になっております。チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。